あれが一番太い。すごい綺麗やな。はい、ひら。冬は枯れてるけど、春や夏は生い茂っています。これでフキノトウが取れます。そう、この辺もフキが点々と生えています。そう、フキノトウが今年は15個取れて、天ぷらにして美味しくいただきました。あそこに生えとるさ、フキノトウ取れたフキあるやんか、うん、あれ、昔おたかさんがどっかから取ってきたって前、山から、うん、どこの山わからん、もちまきやとったところかな、うん、株分けしたやつをそこに植えたってことだよね、昔。うん、そうそう、うん、何年前や、それ。あーな、覚えないよ。ばあちゃん来た頃部屋あった。あった、ばあちゃん来た頃あったってことは60、70年くらい。この辺に作ったやつはこんな太いやつで、うんうん、中は丸く空洞なっとるやん、吹き、うんうんうん、あれは店でも作るやつ、山吹は元が赤いし、うん、ちょっと細いやん。うちにあるのは山吹。ああ、そう。店にはあったらね、店で買ってくるやつ真っ黒になってる。ああ、そうやね。山吹をもともとあったところで探してみる。あ、うん、ひょっとしたらそこにたくさんあるかもしれませんね。お寺のふとこの池の際をね、うんうん、上がってたら辺にあるかも、うん、あるかもしれない、うん、うん、見てみるわ。今から山に入ります。あれ、これやったっけ。行ってみようか。竹やぶだぞ、竹やぶだぞ。すごいやぶやね。でかいね。太いね。あれが一番太い、うん、これ本当や、めっちゃ太い。足元気をつけて、結構つるあるでね。一応竹これ処理したらいいの。竹の楽器みたいな音、きしむ音がね、すごい綺麗やな。これはいい絵やな。うん、すごい、火が当たるところは植物生えとるね。虹？道？あ、ほんとやね。知らん、うん、すごいな、ここ。結構ちゃんと道やね、うん、これはこんな山入ってけるだな。昔こんな感じの入ってた山思い出して来てみたけど、こんなに奥が広くて、もっと獣道みたいになってると思ったら、意外とちゃんと山道があって、多分森しとる人がいるやね。
まだ寒い季節に来ちゃったから茎が見えないね。こんだけでも歩ける道開けとるといいね。なんか絶対昔々はここ人通りあったよね。だってもう明らかにこれ人工的に道やもんね。うん、こっちの帰ろか。山入ってみてどうですか。はい、いいと思います。ツッコミ待ちかな。はい、ひろてててやな